せーの、スッキリしていってみょん。もしかして、キメイマル。なんですか、ヨウムさん。今回もあれのパート5をやるみょんか。はい、やりますよ。視聴回数もあんまり回ってないみたいだし、他のをやった方がいいんじゃないみょんか。はい、まあそうなんですけど、いつも言ってますが、うぷ主が好きなんでしょうね、このシリーズ。うぷ主のモチベが大事なんで、とりあえずやってしまおうって感じですね。たださすがに今回で一区切りといこうかなと。まあそんな感じですかね。正直、キリがないみょん。まあ名盤と言われるのはいっぱいありますからね。とりあえず今回もお付き合いいただければと思います。じゃあテーマに行きましょうか。今回のテーマはこちら。です。細野晴臣さんみょんね。はい、ソロの時の細野ハウスですね。なんで今回は細野さんみょんか？はい、まあこのアルバムが有名ってのがありますね。ここで紹介するまでもないかなと。で、テーマの写真のみにしてみたと。まあそうですね。日本のミュージシャンに与えた影響が強いアルバムなので、ぜひ聴いてみてほしいですね。では本編の方に行きましょうか。うん、よろしくだみょんね。まず1枚目はハッピーエンドで、風待ちロマンです。おい、いきなり細野さんかぶりじゃないみょんか。はい、申し訳ございません。正直どちらも紹介したいと考えていたんですけど、細野さん2枚もどうかなと考えまして、今回は住み分けをさせていただきました。このアルバムも日本ロックの金字塔とも言えるのですが、こちらの方がロック強めというのと、収録曲のインパクトの強さという面で、選ばさせていただきました。風を集めてが有名だみょんね。あと夏なんですとか明日天気になあれも有名ですよね。このアルバムは日本語ロック論争に、終止符を打ったアルバムとも言われていますね。それはどういうことみょんか？はい、昔ロックは英語で歌うのがいいか、日本語でもいいのかみたいな論争が、日本のロック創世期にあったんですよ。へえ、そんなのがあったみょんか。松本隆師匠のデスマス調を多用した歌詞が、日本語でもロックに乗りやすいんだよと、証明したように個人的には感じましたね。確かにデスは多い感じがしたみょん。はい、いろんな人にカバーされることが多いアルバムでもあるので、日本のロックが好きな方はぜひ聴いてみてほしいですね。では次のアルバムに行きましょう。デフレパードで、ヒステリアです。なかなかダサい服装だみょんね。まあ時代が時代なんで、このアルバムは何度か紹介していると思いますが、非常に密度の濃い、素晴らしいアルバムだと思います。ポップメタルとしては間違いなく史上最高のレコード、なんて評論家もいたみょんね。まあメタルと考えると違いますよね。まあ普通にポップなハードロックの名盤じゃないですかね。普通にデフレパードはハードロックバンドだと思うのですが、なんでメタルにカテゴライズしたいんでしょうね。まあポップメタルという言葉がまずおかしいにょん。とりあえず洋楽が好きな方にはもろ手を挙げておすすめしたいアルバムですね。では次のアルバムに行きますかね。河本誠さんで、アルバム河本誠です。なかなか面白いとこついてきたみょんね。まあそんなつもりはないんですが、名盤扱いされることは少ないかもですね。しかし歌曲揃いの素晴らしいアルバムでして、1枚目のシングルでもあった岡村康之さん作曲の愛の才能をはじめ、川本さんの独特な文字数の多い詞と個性的な曲が魅力ですね。
ギター女子の元祖って感じだにょんね。そうですね、近年はなかなか難しい状況が続いてるみたいですが、このアルバムの素晴らしさは色。お前このシリーズそればっかりじゃないにょんか。すいません、便利なんでつい。とりあえず若い方とかは聞いたことないと思うので、ぜひ聴いてみてほしいですね。今でも通用する曲だと思うにょん。では次のアルバムに行きましょう。スマッシングパンプキンズで、メロンコリー、そして終わりのない悲しみです。スマパン来たにょんか。はい、このアルバムもいいですよ。2枚組なので曲数も多いので、捨て曲なしという面で少し苦しいところですが、まあご勘弁いただきたいと思います。やっぱりこのアルバムはイントロからのプナイトプナイトがかっこいいにょんね。はい、そこからスルスルっと聴けちゃうアルバムなんですよね。ウプ主がプナイトプナイト大好きだにょんね。はい、以前携帯の着信音にしていて、誰かにスマパンじゃんって言ってほしかったらしいのですが、誰にも言ってもらえなかったという悲しいお話なんですよ。まあスマパンじゃ難しいかもにょんね。このアルバムに関してはウプ主の趣味が強い部分もあるので、ご興味ありましたら聞いてみてほしいです。じゃあもう一枚だけいきますか。ブルース・スプリングスティーンで Born in the USA です。ちなみにブルース・スプリングスティーンって芸名にょんか。実はこれ本名なんですよ。すごい名前だにょんね。いや、これでも縮めてるんですよ。フルだとブルース・フレデリック・ジョセフ・スプリングスティーンです。くっそ長い名前だにょんね。本人まあまあ大変そうですよね、いろいろと。でこのアルバムがまあ捨て曲がない、洋楽でこの手の音楽が好きならばまあご満足いただけると思います。シングルでヒットした曲も多いにょん。そうですね、ぜひ聴いてみてほしいです。というわけでパート5までやっちゃいましたが、ひとまず今回で一区切りということで。ここまで続けてやることあんまなかったにょんね。そうですね、改めてアルバムの素晴らしさについて考えていただくきっかけにでもなってもらえると幸いです。それでは失礼いたします。また見てにょん。